こちらは俺がペットの餌用にとっ捕まえてきた沼エビたちです。川とか用水路でちょっと草や水草が生えてるところを網ですくうと大量に取れちゃいます。これを今回はジーベンノック長首ガメに与えたいと思います。こちらが我が家で飼育しているジーベンノック長首ガメ。もう何度も動画に登場しているので、いつも見てくれてる人はよくご存知だと思います。早速エビを入れていきましょう。お、反応してる。お、食べた。速攻食べましたね。バクバク食べてます。普段ね、ザリガニとかも全然食べちゃうんで、このサイズのエビはもうおやつですね。こうやって甲殻類を殻ごと揚げることで甲羅を作ったりするカルシウムの供給になるなというわけです。どんどん食べろ。すごい速さで食べていきますね。狙ってる狙ってる。よしった。このジーベンノックのガクビガメの動画を出してると 500% ぐらいの確率で言われるんですけども、陸地はあえて入れておりません。このカメは完全水生のカメで、陸地がなくても大丈夫なカメですので、そういった生態を考慮してこういった飼育環境にしております。ご安心ください。食べてる食べてる。狙ってる。おお、やっぱこうやってね、生き餌を捕食してるシーンが生き物を飼育してる上で一番魅力的な姿だなって、ね、思いますね。外した。自然界はこうやって生き物を捕まえて食べてるんだなってのが分かりますよね。長い首を曲げた状態からこう蛇みたいに、ね、一気に伸ばして捕まえると。このジーベンノック長首ガメね、飼い始めてもう2年になるんですけど、最初はね、500円玉ぐらいのちっちゃいサイズで買ってきて、ここまで大きくなったんですよね。最初はね、成長がすごい遅かったんですよね。っていうのも、乾燥したエビ、クリルってやつなんですけど、それしか食ってくれなくて、人工のカメの餌とか全く食ってくれなかったんですよね。で、まあ、今も食わないんですけど、食ってもなんか吐き出しちゃうんですよね。好みがうるさいみたいで。で、まあ、調べてみたら、このジーベンノック長首ガメは結構人工の餌に餌付きづらいっていうことで、試しにね、生きたこういったエビとか魚とかを与えてみたらバクバク食べてくれて、それでガンガン成長しました。乾燥のエビもね、多分ね、一回乾燥させちゃってるからあんまり栄養ってないと思うんですよね。だからこうやってね、生きた状態の栄養状態バッチリのエビとかをたくさん食べさせてあげたいなというわけです。やっぱりね、クリルじゃなくてそういう餌を与えるようになってから成長スピードがグッと上がって、どんどん大きくなりましたね。というわけでね、これからもいろんな息のいい餌をこの子に与えていきたいと思ってます。という感じでね、今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。このカメに興味が出た方はチャンネル登録とかしてまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。このジーベンノック長首ガメね、大きくなりましたけど、まだまだ全然大きくなりますんでね、もっと大きく育て上げて120センチくらいの水槽で悠々と泳がしたいですね。手長エビとかを